ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、鬼滅の刃人気アニメの、はいはい、主要3キャラの16タイプ、うん、何でしょうねっていうのを考えさせてもらったんですけど、はい、一旦この鬼滅さんからは離れてですね、うん、もう一人、もう一人、うん、超人気キャラ、はい、別の漫画なんですけど、うん、江戸川くん、はいはい、江戸川コナン、うん、かぶってますね。そう、ちょっとかぶせてみました、はい、江戸川コナン、はい、まあ、工藤新一って言ってもいいんですかね、うんうんうん、江戸川コナン、まあ、一緒の設定ですからね。でもなんか僕の中では、うん、江戸川コナン君の時と、うん、工藤新一の時って、うん、なんか出方が違ってるのかなって。でも人のタイプって変わらないわけじゃないですか。もちろんだからそこも含めてそういうキャラがいるって話じゃないですか。なんかその、うん、工藤新一はあの見た目、うん、あのルックスじゃないですか、はい、超イケメン、うんうん、である程度その高校生探偵として認知されている、うん、はい、っていう時と、うん、あのチンチクリンの時って一緒でちょっと舐められてるじゃないですか。であの、うん、ずっこけ3人組からはダメだなコナンはみたいな。そこもだからコントロールしてる。だからそういう風に見ればいいってことか。設定としては、はい、あのそういう工藤新一が子供になったらどうやって行動するのかっていう性格は多分変わってないと思うんですよね。なるほど。あと、うん、例えばその、まあ、4つの気質で考えてみましょうと、うんうんうん、4つの神様で考えてみましょうと、うん、はいはい、どの辺に行くと思います。どの辺、うんと要は伝統主義 SJ ではないんですよ。 SJ ではない SJ、うん、残念ながら僕エピメテウスはもう真っ先に外れるんですよ、うん、で残るは、うん、SP か酒の神かアポロかアポロンかプロメテウス、プロメテウス、うん、NT、 あ、まあ、なんかどこもありそうな NT はでも、うん、バッカスがあるかですよね。 SP が SP、まあ、うん、行動派、行動派ではありそうじゃないですか。さまざまな難事件にすぐ首を突っ込む。ある。確かにある。うん、じゃあここ一遍やめましょう。なんか、はいはい、あもうここそうここちょっと分かりづらい。ごめんなさい、すいません。うん、で次に。次にあるとすると、要はそう外交型か内交型か。うん、まあ外交ですよね。そうですよね。工藤新一君は外交型ですもんね。外交型です。いい。でまあコナンも外交じゃないですか。そうですね、あ、まあ、僕の中では一緒なんで。あ、そっかそっか。子供のまま警察のところに行っても絶対取り入ってくれないからっていう戦略でああいうキャラを演じているっていう、はい、僕の中で今、うん、やつは NT だなってなってます。あ、あのプロメテウスだな、お兄ちゃんだなって思ってます、うん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 、でここですよ、感覚直感、うん、要は感覚の人は経験、うんうん、直感の人は勘。あ、でも勘ですよね多分。勘、うん、で、感覚の人は現実的、うん、直感の人は空想的、うん、で感覚の人は実際のこと、直感の人は可能性、うんうん、まあ、事実創作っていうのはあるんですけど、うんうん、実用性なのか独創性なのか、うんうん、やっぱりその工藤新一くん、うん、N じゃないって今なんかあのトリックを常識から外れたところで、そう豊かな想像力、うん、こういう可能性もあるんじゃないか、分別化、うん、はい、ってなると N っぽい気はしますね。そうですよね、うん、だとまあここでは N、うん、N EN、うん、で思考か感情か、うん、だとなんかもう感覚的に思考にしたいところなんですけど、うん、要は思考型っていうのは客観的、うん、感情の人は主観的、うんうん、で分析なのか共感なのかとか、うんうん、正義なのか、うん、人情なのか、うんうんうん、っていうところでいくと、まあ、T ですよね。 T ですよね。だと ENT、うん、あとは認知か判断か、うんうん、でいくと認知型の人は最後まで決めない、うん、要は決めつけないってことですよね、うんうん、では判断の人は毛利心ですよね、うん、
うんうん、ああもうお前が犯人だお前が犯人って、うんうん、この辺ですかね。この辺 P じゃないですか。 E N で要は認知の人はデータを収集する、うんうんうん、判断の人はもう決定、うんうん、っていうこととか臨機応変のことなのか確定したことなのか、うんうん、で事前の計画なのか、うん、その場で対応なのか、はいはい、もう P ですよ。 P ですね、はい、だとコナン君は ENTP、うん、っていうところですね、うんうん、でまあ前にも紹介したんですけども、うん、江戸川コナン、まあ、工藤新一、うん、ENTP でございますと、はい、ENTP、はい、外交直感思考認知、うん、大胆不敵なチャレンジャ ー, あもう工藤新一な感じが入ってきますね、うん、明るく器用な性格、うんうん、活気にあふれ新しいことが好き、あ大胆不敵、新一じゃないですか。先を読む起業家、うん、あ人よりいつも一歩先へ、あ単調な仕事が嫌い、うんうん、あでトムソヤ的才能、うんうん、チャレンジ精神が旺盛、うん、出ましたね。出ましたね新一。ENTP、ENTP もうそのままでしたね。なんか説明を見たら。そうですね。うん、このアニメキャラ診断ちょっと面白いですね。自分が勉強するのにいいなってちょっと思ってます。うんうんうん、診断がしやすいですよね。この16タイプ。16タイプはなんかやりやすいです、ね。やりやすい。はい。で勝手に診断が、まあ。はい。先に4つの気質で分けると分かりやすいよなんてやってますけども、うん、やっぱり分かりにくいときはでも1個ずつ見ていくと分かったりしますね。そう、4つの気質で分かりにくくても、はい、掘って1つずつ見ていくと、そうですね、うん、はい、っていうところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。